こちらには7レース3号艇中村選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さて今節ここまでの船足まず教えていただきたいんですけれども。そうですね、特徴っていう特徴はあんまりないんですけど、どちらかというと出足型で伸びはまあいい人はたくさんいるんですけど、まあ、普通ぐらいな感じの足です。伸びに関しては求めている調整になりそうですか？そうですね、乗り心地が今一番気に入っているので、そこを崩さないように求めていけたらいいなとは思います。さあ今日は7レース3号艇勝負がけです、7レースに向けてまず一言お願いします。そうですね、3コースなんで、しっかり自分のレースをしたいと思います。あと今季は初 A1 昇格ということで、このあたり何か気持ちの変化などはあったんですか？そうですね、やっぱり A1 っていうだけでお客さんが買ってくれるので、しっかり調整とかもう準備をしっかりしていこうっていうふうには思ってます。それでは中村選手に少しプライベートなお話もお聞きしていきたいと思うんですが、ご実家ですかね、うどん屋さんをされていると。そうですね、最近ちょっと独立して、はい、お店を出しました。そうなんですね、はい、ちなみにお店の名前は何ていう名前ですか？セルフうどん麺太郎って言います。はい、かわいらしいお名前ですね、はい、経営されているのは？はお父さん、父親になります。そうなんですね、はい、ははは。もうお父さんはずっとこううどん屋さんされてるんですか？そうですね、10年ぐらいは、はい、ちょっともしよければお店のこうアピールしていただきたいんですけれども。はい、セルフうどん麺太郎、坂出インター降りて左に曲がったらあるので、はい、こちらまでお願いします。はい、結構あれですか、お店は繁盛してますか？そうですね、平日が少ないんで、できれば平日に来てください。さまざまなうどんがあるんですね。そうですね、うどんは、はい、いろいろしっぽく、香川の郷土料理というか、しっぽくうどんだったり、鍋焼きうどん、まあ、それも平日限定なんですけど、だったり、まあ、ぶっかけとか、そういうのからいろいろあります、メニューは。はい、たくさんアピールしていただきました。それでは最後にファンの皆さんへ一言お願いします。はい、しっかり勝負がけ成功して、優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。